風船と僕。ねえ、なんか暇らしい、世界征服やってみない？え？みんなででかいことやってみたいじゃん、文化祭みたいな感じでさ。文化祭と世界征服だとかなり違う気がするんですけど。ではまず資金集めだね。骨を売ってお金にしよう。僕がいつもしゃぶってる鶏ガラなら2、3本あるよ。ピョロー君のやつも何本かぶち折ったらいい値段になるかも。おいおい。却下、鶏ガラってキロ単位で300円とかだよ。全然儲からない。そんなことよりまず仲間なんだと思ってんだよ。僕くん、ありがとう。どうせ料理にするなら唐揚げとかでしっかり単価を上げてから販売しないとピオロ君は報われないでしょう。ちょっと実家に帰らさせてもらいます。実家って鳥小屋？おいおい、みんな食材が増えたぞ。ちょっと待って、文化祭の出し物だったら焼きそばとかでもいいんじゃないの？いや、世界征服だから。それでも仲間は大切にしないとじゃん。そうそうよ、友達は大切にしようよ。あれ、こっちの方が単価上がるんじゃね？豚肉大好き。プタコちゃん確か11人家族だったような。あいつ平気で裏切った。